皆さんこんにちは、ペソでございます。猫姉妹が統一を目指す三国室64回目ですね。商人、あ、いる。ということで、まあ、武器も先揃えちゃいましょう。そうですね、お金の納金があったんで、一番悪いのはチョインさん。
速いね、上がるスピードが。これで何本や、あ、100だった、素晴らしい。92516、うん、はい、捨てます。3換算、はい、訓練は大丈夫やね。あ、ちょっと待って、武器がね、そう、超人さんが、来月やな、移動。足りんかった、これでちょうどよかった。はい、うん、でね、武装度はメインメンバーは後ほど日国に移ってから行きましょう。13,388、お米はね10万トンで2053でいきましょうか。はい、さんもだいぶ上がったけどね。あ、武装が生きてんのか。もういいか、超えちゃおう。あ、いや、来月や。Thank you.
下がんない、下がんなくなってきましたね。いい感じにね、あの中精度がね。あー、誰にする、誰にする、ね、ここはちょっとリクソン、あえてリクソンさんにあげといて、27に、はい、あーちょっと待てよ、そうやね、武器を、あ、これで OK やな、で、この中で、よいしょ、リクソンさんがまだ67やからね兵力預けにはちょっと足りない、えらい田道悪なったな、ここなんでこんなに疫病が起こったわけでもなんでもないんだけどね、こんな下がったの初めてやな。徴兵をしたい、首相さんでやるね、人口が多すぎるんですね、多分。ということで、関西移動しようか。ああ、なんです。1枚やるつもりが。さん、はい、あーやっと90台まで来た、これで、うん、徴兵できますね、you
動けないもんね。ここはこのメンバー残しとかないといけないから、下がってないのが幸いだね。でね、あえて開けたのは、ちょっと国の特化エコーをさせようかなっていう形ですね。ここからはまあ攻めるつもりはないんですけど、下がるっていうことは、絶対19に埋伏の人がおるっていうことですよね。埋伏扱いか。
ここはまたいいね。よし。絶対19国に。あ、いけたいけた。ラッキーラッキー。はい。なんとか月替わりして終わりたい。まあ、ここをね、陸石さんか誰かに頭変えたらいいね。はい、では、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは皆様、さよなら。